エモシしてた。コメント欄でみんなエモシしてた。もう本当に君好きは神だ。そう、もう君好きは永遠にやってほしい。ライブで STU のラセトリもずっと入ってるし、やっぱ君好きなんだよ時代は。いきます。いや、あれがね、カップリングって本当にどうかしてる。本当に日本を代表する神曲だわ。まあ、でもカップリングだから、ああやって申請がされてるっていうのもあるのかな。どうなんだろうね。もうとりあえずいい曲なんだよ。次、でれん、祝日の数を数える。これ数えるでしょみんな。私はスケジュール帳とかカレンダーとか買ってきて、何月は祝日何日あって、えこの月祝日一日もないじゃんとかよくやってた。めっちゃ数えるんだけど、スケジュール帳。しかもスケジュール帳って暇な時永遠見れない。見てるんだけど、そう、え、わかる。カップリングは名曲多い。それな、私 NMB さんとかもカップリングばっか聞いてるもん。6月にはないな。いや、まあ言うて祝日と関係ないけどね。そう、平日は数えるんだ。あと高校とか行ってた時はスケジュール帳1年分見て、あの学校がある日を何日か数えたりして、そう、めっちゃ暇人だったな。それは、あ、テストが 年間の日数のうちのテストが何割か数えたりして、え、私年間の何割テストやってるんだみたいな、試されてんなーって思いながら。だから学校でさ、年間スケジュール表みたいなもらえるじゃん。あれで見るんだよね。うわ、私今年365日中200日学校行かなきゃいけないんだ。逆に200日しか学校行ってないの、授業料と思いながら数えますよね。アイカブ選抜の MV いい曲、あ、もう出たの、あ、出てたね。私あれ見た、プロデュース48選抜、プロデュース48選抜見たわ。あとあれも見たわ、コウコちゃんがいるやつ、大人選抜。あ、全部出てるんだ、後で見よう。はい、次、でれん、日めくりカレンダーの写真が、なんて書いてんの、日めくりカレンダーの写真がもったいなくて溜め込む。日めくりカレンダーの写真がもったいなくて溜め込みませんか。わかる意味。え、日めくり使ったことないの、日めくり、日めくりカレンダーのなんか毎月こうメンバーの、ココア来てんの、おはよう、おはようじゃない、こんばんは、ありがとう。そう、日めくりカレンダーの なんだろう絵柄とか毎日違うやつとかさ、ちぎってアイドルとかだったら捨てれなくない。だから私そう溜めちゃうのよ、なクリアファイルとか入れといて。だけどだんだんこんな分厚くなってきてどうしようもないみたいな。フォーティエイトグループは日めくりカレンダーあるっけ、ないんじゃないかな。日めくりは本当にね、もったいないよね。それとあとあれだわ、日めくりはもったいないし、なんだろう、めくり忘れる。それこそ家にいない日とかさ、旅行とか仕事の出張とかでなんか溜まってると一気にこれ全部捨てるのもったいなってなって、結局ちょっとゆっくりめくったりしてずれてくるんだよね。そう、日めくりカレンダーまとめてめくるよね、わかる。日めくりカレンダーはね本当にもったいない。そう出張とか行ってる時はどうすればいいんだろうって感じ。日めくりカレンダーめくる係みたいな人を雇わなきゃいけないじゃん、家に日めくりカレンダーめくり機みたいなのあったら売れるかな。絶対売れないよねはあ、いや、帳尻合わせの仕方がちょっと議論すべきとこですけど、もったいないよ本当
日めくりカレンダーを持ち運べるサイズにしたら解決。いや私それだったら携帯のカレンダー使っちゃうかも。そうよ、月1回もめくれない人が毎日めくれるわけないんだよ。次でね、いや本当にカレンダー問題は結構優しいよ。この時期に祝日増やされたら印刷会社泣いちゃわん？え、それな、ほんとほんとそれな。え、ほんま、なんかさ、増えたじゃん、なんか天皇の日みたいな、なんだっけ、そうそう、元号とか、え、なんか増えたよね、平成記念日みたいな、なんかそれで印刷会社がやなんか泣いてるんでしょ今年。そうそう、いや服増えたんだって今年で、なんか印刷会社がもう刷っちゃったよって言って、あ、山の日上からシール貼んの、うわ泣く、それはもうシールを添付しとこう、もう。いや本当に印刷会社ってかカレンダー会社もだけど、そう毎日が赤瓶のニートカレンダー持ってるよ、生産性。いや本当にもう印刷会社の人いたらちょっと慰めるから、もう本当言って、本当にかわいそう、どうすんの本当に、手書きで直すの、いやちょっと人件費えぐいよ本当、カレンダーの値段500円ぐらい上げなきゃ本当に。いつぐらいからカレンダーを売り始めるのか知らないけど、カレンダー関連の人じゃないから本当にね、かわいそうだなって思いました。処分すんのかな、紙もったいない、印刷とかインクとか。いや私もうそこはどうするんだろうね、やっぱ会社によって色が出るよね、それは。シールを一緒につけるとこがあるだろうし、なんかお詫びの書類を入れるとこがあるだろうし、とかうちの会社は来年その日休みにした。いやあ、姫くりねえ、うちの会社休みなんだ、いやないよそれは、カレンダー会社だけ教えるとか絶対ないよ、そんなこと。カレンダー会社なんて何千何百もさ人間いるでしょ、日本全部合わせたら。それ一人カレンダー会社関連の人は全員教えますとか言ったらね、絶対どっかがバラすから。そんなね、両親ばっかり生きてないよ人間。この時期に祝日やったら忙しい泣いちゃま、実際泣いたよって人いたら連絡ください、あの慰めるんで。次、ででーん、こういうポスターカレンダーの意味のなさ、私のさの字のもうさの字のもう顔文字みたいな、こういうポスターカレンダーの意味のなさ半端ない。こう私のでもこういうカレンダー買っちゃうけど、しかもこれが月めぐりだったりするでしょ、マジでどうすればいいの本当に。これポスターでカレンダーとして売りたいがためにもうここだけにここに文字入れる、もう作業の分コスト下げてもう12枚つづりのポスター買うから。いやもうほんとアイドルのカレンダーこれ多すぎる本当に。何のため、誰のためにこれがあるんだろう、ここ誰のためのこの部分なんだろう、しかもここが点々ついてて切り取れるようになってたやつとかでしょ。いやもうカレンダーとしての役割を放棄してますよね。一生めくらなくていいよ、でもこれ、これの12月分のやつもあるけど、まあ言っていつか私がこういうのを出せるってなったら全力で宣伝するから本当に。これ買ったらなんか、あ、なんだな、宝くじ当たるとかもう言い出すから。そう、写真集に掃除つけただけ、それ本当そうです。あ、カレンダーコーナーに置くため、あ、そうなんだ。いや私もでもまゆゆさんのポスターカレンダーめっちゃでかいやつ、もうそれこそこれぐらいのやつ、12月分のやつ全部剥がして、さもうあらかじめ全部貼ってた、もうめくれないと思って。
あ、自分の好きなところが一番上のまま翌日になけるようになってる。あ、そういうこと？これはね、え、本当食玩と同じ感じ。確かに。このカレンダーは素晴らしいので、出させてください、 STU でも。頼む。意味が分かった。こういうカレンダーあるじゃん、ポスターカレンダーっていう。え、このカレンダーってどうやって使うの、本当に。だいぶこの辺まで近づかなきゃ見えんくない？今日どの日？みたいな。こんな顔になる。そう、お願いします。作りましょう、 STU のこういうカレンダー。でね、HKT さんの早送りカレンダーみたいなアイドルソングが好きすぎる。本当にそう、それはそう。早送りカレンダー、このあるあるを書きながら早送りカレンダーの MV を見てたんですけど、さくらさんとなこさん、なこみくさんとこうさっしーさんがいて、はっ、さくらさんと。さっしーさんとねこみくさんが揃う HKT48 さんの表題曲ってもう2年間はないのかなって思うと、ちょっと切なくなったっていうか、ってなっちゃって、ああ、王道アイドルソングでよかったなと思いました。え、なんか本当になこみくさんダブルセンターで、サッシーさん、さくらさんっていて、で、曲もめちゃくちゃアイドルソング、めっちゃアイドルソング、もうあんな可愛い、ああいう曲が歌いたくてみんなアイドルになるんだよ。そう、ああ、もう本当にちょっとあってなってました。そう、それは先輩としてっていうか、なんかもうアイドルファンとして、48ファンとして思いました。本当に可愛い。次、ででん。好きな絵柄で止めときたい。いや、本当、めくる系のやつは、好きな絵柄で止めときたいよ。止めとく派？うん、止めとかない派かな、私は。止まってるの？止めときたいよね。どうすればいいと思う、そういう時は。舞台に貼る。あ、なるほどね。ずっと夏だよ、ほんとそうだよ。いや、今日ね、タワレコ行ったらね、アイズワンのコーナーあって、ちょっと、え、流行ってなった。だって、結成してからさ、CD 出してさ、出荷して全国に届くまでのスピード早すぎんか。本気出せばこんなに早く CD がね、あれ CD なのか DVD？ わかんないけど、めっちゃ早っと思って。もう広島まで届いてるの？しかもめっちゃ売れてて、あと2枚ぐらいしか残ってなくて、はあ、アイズワンすごいって思いました。次、ででん。なんか格言書いてあるやつ。あるね、これ。本屋さんで売ってるやつだよ。なんか毎日日めくりことわざカレンダー。毎日日めくり。なんか人生の言葉カレンダー。毎日日めくり。人生はニャンとかニャルカレンダー。人生はなんとかにある、みたいな。そう、三つ音さんみたいなね。そうそう。格言カレンダー。あと、四字熟語カレンダーみたいな。四字熟語カレンダー、私の実家に貼ってあるわ。そうそう、修造さんとか。私、こういうのめっちゃ好きなんだよね。私、いちいちこういう格言とか感動するタイプだからさ。確かに、みたいな。なんか。何、格言、例えば「来た時よりも美しく」みたいな。まあ、それは別に格言じゃないか。なんだろう、うん、死ぬこと以外かすり傷みたいな、そういうのも感動するから、いちいち「あ、確かに」みたいな。 いや、飲み屋のトイレにかかってんの？そうなの？それあれじゃ、100万円で世界一周するポスターでしょ、それ多分。 でも時は金なりだよ、本当に。原田くん、ベア、ありがとう。格言。格
言。格言だよ、ほんと。え、なになになに。しよう。ミミリン来た。嘘。ねえ、さっきからさ、みんななんでメンバーのこと見れるの？私ココアの時もコメント見れなかったし、ミミリンのコメントも見れないんだけど、なぜ？福田の家は汚して帰ろうって今書いてた？コメント欄に。嘘。それ先おとといに言った名言じゃん。福田の家は汚して帰ろうじゃん、本当に。パソコンだとツールでわかる。あ、パソコンで見てたらわかるんだ、メンバーが来ると。だからみんな言ってくれるんだね、私全然。ユミリンもココアも来てくれてありがとう。2人ともカープファンじゃん。ちょっとなんかもうほんと、もうココアもユミリンもあとミチとホノタン、ほんとにもうもうなんて言えばいいんだ、どんまいでいいのか。スマホでもわかるの？福田の家は汚して帰ろう。それな、マラソンオツだわ。マラソンお疲れ様。青によしベア、ありがとう。いやね、本当に。次デレン、何かともらうけど使わないこと多くないですか？何かともらうけど使わないこと多い。なんかカレンダーってなんかめっちゃもらえるんだけど、なんでなんか何かとカレンダーくれない、年末って。カレンダーとあと来年の干支の置き石、なんか玄関に置く来年の干支の石鹸みたいな、なんかちっちゃい犬みたいな、イノシシみたいなやつ。新聞会社とかくれるよね、よく。なんかそうそうそう、年末っていろいろもらえるからね、カレンダー。あ、そうそう、保険会社とかね、普通にでも使えるから普通にありがたいっていうか。まあでも確かにカレンダーを使ってもらうと毎年、まあ一年中その会社のロゴを目にしてくれるってことだから、まあまあ戦略としてはね、いい広告なんじゃないかなと思うけど、もらいすぎてどれを使うかって言われたら、なんか結局どれも使わないんだよな。わかる。とりあえず干支の置物とカレンダー渡すときみたいなとこあるよね。ね、言語がわかんない。いや、クリアファイルは欲しくない？私クリアファイルはめっちゃ使うし、すぐボロボロになるからめっちゃ使うんだが。いや、メンバーね、クリアファイル超助かると思うよ。そうそう、クリアファイルって学生の時とかよくもらってたんだけど、 STO になってから全然もらわないから、なんかたまにクリアファイルとかもらうと感動する。あ、クリアファイルじゃん。そうそう、いや、そしてクリアファイルがどうしよう、5000枚ぐらい届いたら一生クリアファイルと、クリアファイルもアイドルになっちゃうよ。そうそう、なんか結構、あの、でもなんかあれなんだよね、なんかそれこそ呉に行った時とか、呉のなんか観光館の方からもらったりして使ってます。いや別に、でもまあ1枚あれば、あの3ヶ月ぐらい持つので全然いいんですけど、はい。何かとね、もらうけど使わないかと、まあ、これはクリアファイルもそうだな。でも高校の時ってなんであんなにクリアファイル使ってたんだろう。なんか高校の時ってさ、学歴ごと、違う、教科別にクリアファイル分けてしてね、数学用のプリント入れるファイルと、なんか宿題用のファイルと、こう国語用のファイルとみたいな。ね、そういうのあったよね。クリアファイルという言葉。分かる？クリアファイル持ってると、なんか、いや、できるやつ感出るよね。そうそう、すぐ分類するからね。
うん、昔クリアファイルなかった。嘘、信じられない。そうなんだ。ルーズリーフ派でした。私もノートは全部ルーズリーフだったわ。次、ででん、ミステリードラマの伏線に使われがちなカレンダーに丸印。はい、みんなコナンとか好き？私は好きだよ、コナン。コナンとかで丸つけて伊達って書いたら、伊達さんとデーとかで、伊達さんと会うよ、そこかデーとか。これはもう、こう超議論するやつだから、物議を醸し出すから。それに限らず、こうカレンダーに赤い丸がしてある。これは被害者はこの日に誰かと会ってるな、フラグかみたいな。カレンダーの伏線に、カレンダーの印はミステリードラマの伏線に使われがち。そう、そこにトリックが隠されてる。ただ伏線の情線になってる。本当だ、伏線の線が、伏線が違う。J-POP の歌詞にありそうだよね。あなたと会う日に、デートの日に、赤い印をつけたのに、去年は、今年はついてないのはなぜ、あの子のに戻りたいわ、みたいな、そういう J-POP の歌詞ありそう。そういう歌見つけた人、連絡ください、どうぞよろしく。そう、いい歌でしょ。去年の今日はデートだったのに、今年はもう終わっちゃったわ、あなたは知らない誰かとルールーみたいな。 そんな感じありそうじゃない？ そうそう、あ、西野カナさんになりそう。西野カナさんに謝ってください、それは。韓国ドラマの見すぎ？韓国ドラマは一個も見たことないな。STU のカップリングに？いいんですか？とか言って。川島愛さんで曲になるよ、マジで。やば。福ちゃん、今、まばたき多いよ。食レポするときとかこんなんだから、美味しいですみたいな。 思ってんのかみたいな感じですよね。思ってるよ。はい、続きまして、まあ、印シリーズ、とりあえず誕生日に丸つけとく。はい、この服かわいい、ありがとう。とりあえず誕生日に印つけるでしょ。私はね、やっぱ子供の時ってカレンダーあっても予定とかないのよ。別に小学生とかさ、学校があるかないか、それだけの人生だったから。だからとりあえず家族の誕生日に丸つけて、なんかママ誕生日とか、あかり誕生日とか、まゆゆ誕生日とか。そう、まゆゆさんとが26で、私が29年3月の。それが近いのが嬉しくてね、本当にもう。嬉しくて嬉しくて、本当に。まゆゆさんの誕生日近い、それだけで人生が少しクオリティオブライフが上がる。 誕生日が楽しみっていうか、誕生日に丸つけたい。メンバーの誕生日はどうやって覚えてんの？スケジュール帳にもう33人分全員入れてるんですよ。だからわかるって感じかな。なあ、続きまして、でねん。 全部のページの絵柄気になって見ちゃう。はい、じゃあちょっとアンケート取ります。じゃあね、カレンダー12月全部あるやつ買ってきて、写真気になるじゃん、推しメンのやつとか AKB さんのやつとか全部見る人、気になって、もう買った瞬間じゃあバッとりあえずめくる人。次、ででん、
その隙間でちゃんと残す派。私は全部見るけどね。見ないの？我慢できるんだ、偉いじゃん。私はすぐ見るよ、本当もう我慢とかないから。それは見る派多いな。残す派？私は見ちゃうよ。え、だってさ、1月にはさ、1月におしまいなかったらどうするの？だって俺ユミリヨシなのに1月なぜか福田じゃんみたいなことが起きたらどうすんの？ユミリンが12月だったらどうすんの？それで11ヶ月間福田の顔を見続けるんだよ、ユミコ推しなのに。いいのかそれは。滝福だからいいのか。いいな。それはいかん。あー、いい。いいのか。逆に福田推しはもう1月から時止まるからね、一生。リミリをすぐに見る。くり抜こう。くり抜かれちゃうの私。あ、ロタ。ちょっと11枚福田。いやもうね、本当に推し変するどっちにって感じですけど、本当にどっちにって感じですけど、リミリの写真上から貼る。うわ、それ相当私に恨みあるじゃん。で、推し面の月で止まる。おもろ。あ、いやもうほんと面白いわ。くりくり抜かれ、もうもうだよね。毎月全員全メンバーだったらいいんで、毎月全メンバー。1月は全メンバーのこう着物コスで、2月は全メンバーの鬼コスで、3月は全メンバーのひな祭りコスで、4月は全メンバーのなんか入学式っぽい服で、5月は全メンバーの恋のぼりコスで、6月は全メンバーの何、もう思いつかないけどそういう感じで。いや、ユミリーのシールついてくるはちょっとおもろいな。ポスターカレンダー買ってシールついてきて何かなと思ったら、同じサイズぐらいの顔の写真がシールがついてきて、好きなメンバーに貼り替えられるみたいなね。元は福田のカレンダーなのに。やだ、悲しい。なんで、そんなの。もう個別カレンダー買ってください。福ちゃんだけのカレンダーがいい。ほらほら、そうやってほら、もう素晴らしい、100点ですよ。おもろ。次でね、全ページの絵が気になって見ちゃう。あ、これ言った言った。急な推し編にも採用か、やめて。何それ、ちょっともう。次でね、印つけてるけど何のメモかわからん。私これがあって、これがあってね、なんか来年の1月13日になんか9時からなんかなんとかみたいな書いてたんですよ。だけど来年の1月13か14って成人の日の前の日とかなのね。いや本当に何みたいな、怖い怖い怖い。え、成人の日の前の日に9時から予定はないだろっていう感じなんですよ。だから本当に怖くて、わかる、書き込んでた字汚くて後で読めないのもよくある。いや結局同窓会じゃなかったんだよね。何だったんだろう。そういうそういうのもあったり、あ、今日あれだよ、コントの日だから NHK だよ、録画してますちゃんと、印つけてるけど何のメモかわからんっていうのが本当にありがち。何だったんだろう。いや、そう、星とか丸とかつけてんのよ。あとなんか意味ありげに普段は黒でしかつけないのになぜかオレンジで書いてたりすんのよ。本当に謎。え、着物は注文してないんだよね。え、何なんだろうね。めっちゃ怖くて。でもそれがどうでもいい予定だったらいいんだけどね、なんかなんかの発売日とかだけど、なんか大事な予定だったらどうしようとか考えるとさ、本当に見て、これまつげが、まつげが、ほら、あの本当に怖いから、メモの仕方が伏線、それこそ伏線なんだよ、何かの。あら、この日に何か予定があったのかなと思いながら、その日にね、福田が事故とかになったら何かの伏線だったんだなって思ってください。いや、気分でどっかに火つけるかな、怖すぎるよ。
なんか近くなっても分かんないことが多い、本当に。次、ででん。あ、これ最後や。STU48 の彼らはまた出したいね。音符。はい、最後です。STU48 のカレンダーもまた出したいね。出そうよ。なんか去年黒闇のやつ出たじゃん。でも全員のやつが欲しいの、私は。だから全員のカレンダー出そうよ。カレンダー出してもね、買う人がね、そのカレンダーの撮影費用とその印刷代とその広告費といろいろもろもろの費用対効果が出ないとね、カレンダーも出せないと思うの。だからちゃんと STU のカレンダーを買いたいって思うぐらい STU のことを好きな人が増えないとダメだなって思ったんで、もうこれからどんどんね STU のファンを増やしていって、 STU のカレンダーをまた出したいですね。個別の全員の、なんで頑張ろう、頑張ろう。そういうことですわ。というわけでカレンダーある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 シリーズ101でした。どうでしたか。イエーイ、ありがとうございました。どうでしたか。久々にやりました、あるあるを。面白かった、ありがとうございます。じゃあよかったらフォローしてください。またやるんで、こういうのお願いいたします。お待ちしております、いつでも。福田はははい、というわけでツイートしようかな。今日のラーメンマンの髪三つ編みにして後ろに束ねてラーメンマンになろうかな。ちょっとなんとかあるあるみたいなのネタないから提供してください。よろ。そしてこの今日の福田の宮島ツイートのリツイート数は伸びているのか。この配信を始めて10分ぐらいは102件のリツイートでした。ツイートして10時間ぐらい経ってんのに。というわけで、さあ更新ボタンを押そうじゃないか。南州218件のリツイート、16件しか伸びてない。16人しか見てなかったこの配信。すごいね、水増しがすごいな。誰の圧力なんだろうっていうぐらいな感じなんだけど、ほんとね、もうすでにリツイートしてくれてる方もいると思うんですけど、218件リツイート、今ちょっともうほんと全内臓出るかと思ったわ。いやもうこれお気に入り線いかないって やばくない、ほんとに。自分のこう不甲斐なさを実感してます。はい、やばい。ちょっと今リツイートしてきた。もう偉い、本当に。褒め褒めて使わす。うどんの人です。そうです、うどんちゃんです。今日、はい、STU メンバーツイッターに今日こういうね宮島ツイートをしてきたので、よかったらリツイートしてお気に入りしてください。リプライも読みますんでリツイートしてください。鬼かかさん、鬼リツイート、目指せ500リツイート、目標は高く。まあいけそうでだったんですよ。いけたっけ。そういう実力があるはずなんです。あ、3件伸びた。愛を感じた今。ありがとうございます。いや、そんなかわいそうだからリスージュしてあげて。かわいそうだからお願いしますよ。もう楽しい。いいねはしたけどリツイートはしない。してよ、リツイートしてよ。あ、そうそう、フォロワーのリツイートでクーポンゲット書けばいいの。何のクーポン。あー、ありがとう。
ありがとう。愛してやま。おお、ちょっと増えた、ちょっと増えた、ちょっと、ちょっと、楽しい、楽しい。ちょっと増え、245になりました。いけるぞ。いけるぞ、これは。このツイート、このツイート、今日のね、STM メンバーツイッターの、こんにちは、たくちゃんです。これ、リンゴの絵文字なのはね、赤リンゴだからだよ。昨晩のスチューデンツでは、豪華なかき飯をゲットしました。放送を見てたら、あの美味しさを思い出して夜中なのにお腹空いちゃった。おどけてるよ。次回は宮島の大定番、赤い大鳥居が印象的な厳島神社へ。一緒に厳島神社のことを学びましょう。お楽しみに、福田あかり。だって。だって。250いった？ありがとう。なんかリツイート数異常にね、気にするガールなんで。リツイートしました。ありがとう。もうプライドは、デスノートの矢神ライト風に言うと、もうくだらないプライドは捨てたって感じ。最近もプライド捨てようと思って、プライドはね、すべて捨てることにしたんだ。もう全捨て、医者もサジを投げるわレベルの全捨てなんで一緒に共に頑張ろうじゃないか。いや、それがトニー、そう、昨日スチューデンツを見たんですよ、夜。トニーさんっていうね、宮島のこう金水館っていう旅館の社長さんが、え、このツイッターの福ちゃんの髪型かわいいね、わかる？そうなんよ。え、拡散力ゼロ、そんなことないよ。トローしてきてありがとう。いや、本当に金水館の社長がね、面白すぎて、私また金水館行きたい。トニーさんすぐダジャレ言う。カットされてるとこもね、あるんだけど、いっぱい言ってたよ、ダジャレ。本当に本当に宮島めっちゃ楽しいから行きな、明日日曜だし。いや、でも本当最近自分の出てる番組をリアルタイムで見れる広島ってすごいいいなって思った。4年前に行った、結構最近じゃん。心の文字を書け浮かぶだろう。はよよよよよ、ツイートしてきました。ありがとう。シュッシュン、牡蠣食べたくなった。いや、めっちゃ牡蠣でいいですよ。牡蠣本当に美味しいんだからね。今からちょっとツイートするけんさ、皆様、今からツイートするけんさ、皆様、ちょっと一瞬止まるね、一瞬止まるね、一瞬止まるね、一瞬止まるけど、チャンネルはそのままで。よきよきよき、皆様、よきかい？り？福ちゃんの花が好きだって美しかった。ありがとう。ラジャー？失礼。Give me five。ジュ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 。できた？ただいまんご。終わった？まだツイートしない。今から作る。いっ。Wi-Fi LG。テンションテンション。どういうことどういうこと？よきまるかい？どれにしよう、画像。これと、今日ラーメンスタジアム行ってきたんですよ。なんか今日さ、自然光がすごくてさ、
見て、なんか目が茶色いんですよね、ほら。だからちょっと自然光が入って目が茶色いんですよ。だからこの私の顔はちょっとあんま好きじゃないんだけど、目が茶色いんだよね、なんか。だからこれをツイッターに載せるとなんか加工感がすごいみたいに言われそうで怖くてさ。だけど今日自然光すごかったから全部目茶色いんだよね、なんか顔丸いし。なんかどうしたらいいと思う？え、ほんと自然光漏れを超えちゃったんですよ。もういっか、文句言う人はほっとけって感じ？感じなんすか。これとこれと、どれにしよう。この持ってるやつと、この持ってるやつと、これはでも使いたいな。ラーメンの具がちゃんと映ってるから。ちょっとこれ暗いな、でも画像が。あとこれは絶対使う。このこれ顔出したらラーメンのとこから。これで、これはいいか、別に。ちょっとこれもね、顔の目がね茶色いのよ。これもね加工感やばいってなんか言われそうで嫌なんだよね。でも目が茶色いだけですごいなんか加工しました感が出ちゃうんだから。これ目茶色すぎでしょ、本当に。やだー、これ目が茶色くなければ使ってたのにな。なぜこんなに目が茶色いんだ。そう、なんかね、こうツイッターの画像ってみんなこうやって広げてみるでしょ。その時に目茶色って思われたらちょっとダサいじゃん。なんかねダサいっていうか、なんか嫌じゃん。そういう悩みをよく抱えてるわけです。どうしようかな、文面どうしよう。文面待って、これ一応ぼかさないとね、周りに人が映り込んでるから。ちょっと画像を明るくして、顔ちょっとでかいけど、まあいっか。なんか顔がドーンってなってるけど、いっか。顔パネルに入れて、いいやいいや、多少はいいだろう。よしよし、ぼかせたぼかせた。でこれとこれとこれ、1,2。え、待って、これはちょっと目茶色いからやめます。これとでね、写真ね、これとこのラーメンスタジオ2018ってやつと、そう、カラコンみたいなコメント増えるでしょ絶対。それはちょっとめんどくさくて、これとこれにするね。順番どうしよっかな。あ、反転させなくてもいい、これは多分たどりだから。ガン見してるやつにしよっかな。選抜を落ちした写真はこれです。これです、選抜を落ちした写真はこれです。メールに貼ろうかな、でももったいないから。これ綺麗に撮れてるからね、目茶色いこと以外。ツイッターにつぶやくぞ皆様。みんなツイッターやってる？でも4枚しか貼れんけさ。どうやってつぶやくんだ？こうか。そう、のばめがあったら多分私に、まあ、多少肯定的な人が見てくれてるから、なんか目茶色いとか言って、なんかカラコンとか言って言わないでしょ多分。
だけどツイッターだったらさ、多分私に肯定的じゃない人も見るから怖いんだよね。よし、これでいいか。STU48 をタグ付けして。なんて書こう。でも今日2回目の、本日2回目のツイートってちょっとしつこい。明日のお昼ぐらいにした方がいい。今下書きしといて。今下書きしといて。明日つぶやいた方がいい？一番人気ありがとうございます。なんかでも、この ST メンバーツイートの今最新ツイートが、やっぱ今福田なんだよね。福田2回連続とかなったらさ、リツイートする方もさ、なんかさっき福田のやつリツイートしても一回で、今日2回も福田のツイートリツイートするの、ちょっとなーってな、こうなったらさ、こう、嫌じゃん。今でしょ？気にしすぎ？すぐ気にするんだよね。じゃあ、こんばんは。リンゴマークでいいかな？リンゴから変えてみる？ラーメン、どうする？絵文字。猫にするか？ちょっとあえて。猫の顔文字。あった、猫の絵文字。福田ですじゃなくて、福田です。福ちゃんです。くちゃんだにゃ。やまよ。メールのテンションだ。あ、マイハがしてたツイート。あ、よかった。ならいいや。赤に出たユミリンより。何で赤に出たよって。七並べのガチャかな。今日は、広島。ラーメンスーさんの2018に、2018の後空白かけように、あ、これたどりなのは、これお父さんと行ったんですよ。今日パパが日本シリーズ見に行ってたから、そうだから、こんなか、あ、でも待って、ラーメンチケットの写真も載せたかったな。明日メールに貼ろう。ちょっと今日のラーメンの写真いっぱいあるから明日メールに貼るわ。ちょっといい、うん、あ、生写真開封してんのね。なるほどね。広島ラーメン写真2で、ラーメン、でも広島ラーメンスタジアムでラーメンを食べてきましたって、それは広島ラーメンスタジアム行ってラーメン食べんやつはおらんだろっていうツッコミが来るかな。広島ラーメンスタジアム2018に行ったってことを伝えればラーメンを食べました書かなくていい？どう思う？そらそう、それはそうって言われるかな。食べてきました。どうだろう、気にしすぎ。嘘、超気にするんだけど、そういうの。もうほんと何を言っても文句を言う人がいるから怖いんだよね。何ラーメンを食べたのか。熊本ラーメン龍じゃないっけ、違う、ほのたんがテレビで食べてたやつ食べたんだよね。どれだろうってかね、めっちゃウケたのがね、ちょっと見てほしい。見て、ほら、富山のブラックラーメンあったんだけど。ちょっとこれ、ちょ中井梨花さんがね、私がショールームイベントで中井梨花さんとこう戦ってる時に、うどん配信をするって言ったら、中井梨花さんがちょっとブラックラーメン、富山のブラックラーメンをインスタントで作ったっていう、もう梨花さん最高かよっていうエピソードがあるんですけど、そうで、今日隣のブースを見たら富山ブラックラーメンって入ってて、これがってなって、ちょっと明日富山ブラックラーメン食べに行こうかな、もう一回。めっちゃちょっとウケちゃった。で、メールに、なんと富山のブラックラーメンがありましたって送ったの、一回。そしたら、瀬戸内の食べ物以外は宣伝しないでくださいみたいな感じで、
こう止まっちゃってメールが送れなかったのよ。だから今ショールームで言うね、富山のブラックラーメンがあった今日。そうリカさんにすごい言いたいっていうか LINE した。まあ、それは置いといてどうしようかな。ツイート広島ラーメンスタジオ2018は第1弾が11月2日から11月6日の火曜日まで、第2弾が11月8日から11月12日の火曜日までです。そうだからまだやってるんで、ぜひぜひね行っていただきたいなと思います。入場無料だし、ペースト URL って文字数使うのかな、これ。これだ、あかり。いやでも面白かった、面白いよね。どこでやっとん？あのね、広島のバスセンターの近くの、広島のバスセンター、ソホーとかエディオンとかの近くの旧市民球場跡っていうとこでやっとるで。やっとるで。そう、交通費が半端ない。まあ、そうね、と県外から来たらそうだよね。でもほのたんが行ってたとこに行けたからちょっと嬉しかったんだよね。私はフラワーフェスティバルやったとこだっけ。どうだろう、わかんないや。それはなんか結構いろんなイベントやるとこ。古本何買ったの。古本はね、古本はあのね、今ちょっと映画を見に行きたくて、これスマホを落としただけなのに、これ新品買おうと思ったんだけど、探したらね中古で500円だったから買った。でも同じ人、志賀明さん、これちょっと一杯のはずだったのに。でもねネットの評価見たら、これが面白すぎてこっちが薄れるって書いてたんだけど、まあまあどっちも面白いだろうと思って買った。このミステリーがすごい大賞だからね。映画見たいからちょっと映画見る前に本読んどこうかなと思って買いました。そう、まあ、あとはなんかちょっと ルポルタージュっぽいやつ、いじめがどうのこうのみたいな。ルポルタージュが好きなんですよね私、少年犯罪とかの。でまあそれは置いといて、そうそう、舞台挨拶とか今日やってたみたいな、ね、昨日とか。いやスマホは落としちゃダメよ、ほんと高級品だしね。なんかスマホが高級品って意識がみんなないだろうけど、高級品だよね、ほんと日本人お金持ち。開催されている。服好き？ちょっと一枚握手券取っただけなのに。今日もお疲れ様。今ツイート中です。11月中まで開催されているので、ぜひ行ってみてください。絵文字どうしよう。なんか機種依存してないやつがいいよね。ハートとびっくりマークの組み合わせが割と好きだね。しかもびっくりマークは半角で。はーい。iPhone。いや、ほんとコメント欄が面白いですね。ぼかした本をさぞ勝負したいです。あ、そう、ね、メールに載せるときはね、そうそう、勝手に本を宣伝しちゃダメだからぼかさなきゃいけないんだよね。今日は広こんばんは、福ちゃんです。今日は広島ラーメンスタジアム2018でラーメンを食べてきました。
その後に TSS さんのラーメンスタジアムのリンクを貼って、11月半ばまで開催されているのでぜひ行ってみてください。福田あかり感想会ではいいな、ラーメンの、とっても美味しい、おてん、たくさんの種類のラーメンがあってなんて、ラーメンスタジオなんだから当たり前だろってなるか。たくさんラーメンがあってとか書かなくていいな。当然のことを書かなくて、常識のことを書かなくていいんだよ。ちゃんと自分にしか伝えられないことを書かなきゃ。どうしようかな。モモメ48以外の有名人の名前も NG なの？多分 NG だと思うな。だからももクロさんの曲を今日カラオケでいっぱい歌いましたとか多分通らないと思う。今日はラーメンスタジアム2018でラーメンを食べてきました。ラーメンを食べてきましたはちょっとそれはそうってなるかな。お天気がよく、お天気がいい場所で食べるのすごい美味しかった日本語不自由みたいになっちゃう。お天気だからやっぱラーメンスタジアムにだから野外でね、普通は中で食べるラーメンを野外で食べるっていう楽しさももちろんあるよね。ちょっとツイートしようと思うんだけど大変なんだよね。みんなはさ、ツイートするときさ、マジ福田あかりちゃんかわいいとかピョンって送ってあり、今日のライブは福ちゃんしか見えなかったピョンって送ったりね、ショールーム今日の福ちゃんすごいキレキレだったなピョンって送ったりとか、やっぱ今日も福田あかりしか勝たんって送ったりとかこうするじゃん。よくしない？あ、しない？あ、そうしてよユミリンが福田直し2枚目引いた。あ、本当に本当にありがとう。待ち受けにしていいよと。お天気のお天気も良くて、でもお天気も良くてだとさ、お天気もの持って何ってなるかな。お天気も良くてだったらもう一個いいものを書かなきゃいけない。ラーメンもっていう暗示の意味を持たせたいんだが、お天気が良くて、お天気も良くて、お天気が、あ、でもお天気が良くてだとお天気が良かったのはお天気だけか、ラーメン良くねえのかよってなるかな。お天気も良くて、ラーメンもいいですよもちろん。お天気も良くて、私ラーメン初めて食べたからさ、生まれてうどんしか食べたことなかったから人生でとか書かない方がいいのか。お天気も良くて、美味しくラーメンが食べられた最高のラーメン、美味しく美味しい美味しくて、お天気も良くて美味しくて最高でした。いや本当もはやつぶやきじゃないよ、ミニブログだから。ラーメン、最高でした。香川ラーメン屋さんあるある、普通にある。徳島ラーメン屋さんとかある。そう、私の存在意義はこのツイートを見て、あ、瀬戸内にいてラーメンを食べたいって思ってもらうことなんだよ。メールも割と悩んでるね、一件一件しっかり悩んでるね。検閲を通すために悩んでます。いかに検閲が通らないギリギリのラインを攻めるか、それを私は悩んでいます。やっぱ12時になったらツイートできない。120字っていうのが140字。いや、5時少ない。昨日さ、夜中にさ、めっちゃ時間ギリギリでさ、結構さ、ちょっとちゃんとした気持ちの LINE じゃない、メール送ったのにさ、まさかの5時ってたんだよね。
ほんとちゃんとしなきゃいけない時にごじるなんて福田は本当にダメだなって思った。以上。はい、今んとこね、こんばんは、福ちゃんです。今日は広島ラーメンスタジアム2018に行ってきました。お天気も良くてラーメンも美味しくて最高でした。でリンク貼って、11月半ばまで開催されているので皆さんもぜひ。福田あかり、でもびっくりマーク2個も使ってる、同じ文章の中に。ちょっとくどいかな、まあ、いっか。どう思う？あと何書けばいいかな。最高でした。にぎわうってさ、なんかこう貝にこうなんか振るみたいな、なんていうのかな、貝に振る振り返り休日の振りのこう手辺がないやつ、にぎわうって合ってる？にぎわう、人がワイ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 みたいなのにぎわうって、そのにぎわうで合ってる？合ってる？一般的？それ一般的？新聞に使われる？新聞に使われる感じ？一般的な感じ？新聞に使われない？一般的？オッケーオッケー、一般的ね。せーにぎわう、いや、ありがとうございますを漢字にこうしたらちょっと微妙だったりするじゃん。お手紙ラーメン美味しくて最高でした。いや、ほんとね、なんだか礼儀とかって難しいよね、ほんとに。だってお辞儀もさ、もうペコ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 90度曲げればいいってもんじゃないじゃん。そんな最敬礼なんてそんな普段から使っちゃダメじゃん。お辞儀も長ければいいよってわけでもないしさ、毎回思うんだよね。お辞儀長い、深い。一番丁寧なお辞儀はこう斜めこれぐらいで、こう1,2,3じゃないのかなって思ったりとか。難しいね、いろいろ。みんな自分のことが一番正しいと思ってるからね。お天気も良くてラーメンも美味しくて最高でした。にぎわって、どうする？ね、90度は謝罪なのよ。そうなんだよ、敬礼にもいろいろあるんだよ。にぎわって聞いて、とっても楽しかった。あ、待って、あと9文字になった。ねえ、ちょっと待って。お天気も良くてラーメンも美味しくて最高でした。にぎわっていてとっても楽しかったです。で変？で変？星の絵文字はちょっとお天気がいいってことを表現しづらいかな。何がいいかな。広島っぽい絵文字ってなんだろう。音符でいいや、単純に音符でいいや。いい？いや、ほんと一緒にツイート考えてほしいんだよ。 OK？ 会場もか、会場はい、こんばんは、ちょっと聞いてきて。はじめまして、こんばんは、福ちゃんです。今日は広島ラーメンスタジアム2018に行ってきました。お天気も良くてラーメンも美味しくて最高でした。会場もにぎわっていてとっても楽しかったです。もう多くない？お天気も良くてラーメンも美味しくて最高でした。会場もにぎわっていてとっても楽しかったです。もう多くないですか？どんだけ追加したいねんって感じ。自分のツイートにすげえ自分でリプライしてる人みたいじゃない？なんかいいけどなんか引っかかるみたいな。いや、お父さんと行ったって書かないとこれなんでたどりなんだよ。
うん、男と言ったのか、うんとか書く人いんのかな。いやもう本当にパパと言ったから、もういや本当そんなことまで考え出したら何も載せれないよね。もう多いよね、ちょっと。え、文区切ってるんだけどさ、どうする。お天気も良くてラーメンも美味しくて最高でした。会場もにぎわっていてとってもとってもがちょっとすごく、でもすごく楽しかったです。ちょっと子供っぽいかな。すごく、え、ね、とっても楽しいとすごく楽しいってどっちが正しい。会場もにぎわっていてすごくとってもってどっちが正しい日本語的に。あー、いいお天気、美味しいラーメン最高でした、ありだな。だよね、とても超絶楽しい。あかりん、超絶でいっか。とっても、超絶だとちょっとバカっぽくない？めっちゃ楽しかったです。ここでちょっと方言っぽいことを入れていくっていう。めっちゃでどうですか？ちょっと香川県民っぽいし、めっちゃ。すごくが俗語、確かに。デラ楽しい。すごい考えるのよ、ツイート怖いから。全世界に発信だから。マジマンジ。マジマンジでいいんですか。ゲバン楽しかったです。ありがとう。ありがとう。めっちゃあってね、四国の声ぶつからない。はい、こんばんは。ちょっとツイートの検閲してみんな。こんばんは、福ちゃんです。今日は、誤字があるかな、こうやってしても。今日は広島ラーメンスタジアム2018に行ってきました。お天気も良くて、ラーメンも美味しくて最高でした。会場、もう多いな、やっぱ。会場もにぎわっていて、めっちゃ楽しかったです。いや、でも会場もにぎわっていてめっちゃ楽しかったですはいらん。この文章いらん。カット。11月半ばまで開催されているので、皆さんもぜひ。今日は、あ、わかった。今日は、ほのたんがリポーター。今日は、ほのたんがリポートしてたって言うと、ちょっと、あ、あれかってなるんじゃない？ほのたんのファンの方とか、ほのたんのテレビを見た、こう、広島の方とか。今日は、ほのたんが、リポーターをしに行っていた。ん？リポーターをしていた。どう？ね、ちょっと待って。一回これをちょっとツイートを保存して、下書きを保存して、ちょっとほのたんのツイートを見てみよう。ほのたんのツイート。お疲れ様です。矢野ほのかの本物です。今日は広島ラーメンスタジアム2018。あ、ハッシュタグつけてる。ハッシュタグつけた方がいいのか。おお、助かる、ほのたん。からお天気予報、あ、ほのたんがお天気予報に行ったんだね。お天気予報に行ったんだ。リポートしに行ったんじゃないんだ。よかった、確かめて。嘘言うとこだった。ほのたんがお天気予報をしていた。お天気予報をしていた。ハッシュタグ、広島ラーメンスタジアム2018に行ってきました。はぁ、よかった、よかった、よかった。よかった、よかった、よかった。よかったよかったよかった。おー、よかった。こんばんは、福ちゃんです。今日はほのたんがお天気予報しに行っていた。でもお天気予報しに行っていたラーメンスタジアムに行ってきましたって、行ったって言い過ぎじゃない？行ったよね。その行ったことぐらい分かるわ、写真載ってんだから。ってなる人もいるかもしれないから、もう怖い怖い。お天気予報をしにとりあえず行っていた。広島のスタジアムに行ったって言い過ぎだよね。でも行くっていう字が多すぎる、このツイートの中に。今日はほのたんがお天気予報をしに行っていた。広島ラーメンスタジアム2018に行ってきました。いやー、ちょっと行った言い過ぎだな、マジで。どう思う？
お天気予報をしていた。でもお天気予報で大事なのは場所じゃなくてお天気予報なのよ。だからお天気予報をする場所は別にラーメンスタジアムじゃなくても伝わったんだけど、でもラーメンスタジアムやってるからラーメンスタジアム行ってたことでしょ。ってことはほのたんがお天気予報しに行っていたのは広島ラーメンスタジアムなのよ。でも私がここでまた行ってしていたにする？まあ難しいな。含めるの返信、自分もこんな感じ、いいよ適当で適当でいいよ。していたでいいの？いや、ほのたんをカット？この後に及んで？この後に及んで？で、私でも140字全部使いたいのよ。きっちりね、私のツイートって全部140字きっちりなのよ、毎回。このスタジアム2018でラーメンを食べてきました。あ、お天気、秋晴れ、ね、今秋晴れって言う。ねえ、福ちゃんツイッターアカウント持ってない？ STU メンバーツイッターね、秋晴れの中の美味しい麺類は言わない？ちょっと一回保存してググろう。下書きを保存。秋晴れ11月。でも秋晴れとか言い出したらなんかもうようなんか卒業式の前振りみたいなじゃない。秋晴れ11月、秋晴れいつ、秋晴れはどんな意味で使う言葉。秋に見られる空気が澄んで雲一つない晴天。ユンポダンプのコントみたいだな。11月3日を晴れの日の特有日として秋晴れと呼んでます。だって11月3日って今日じゃね？11月3日はいつ？え、ちょっと待って、11月3日は秋晴れ？今日？来たー、秋晴れ採用。11月3日だった、秋晴れ一番ぴったりなの。ウケる。ケフ、もう今日、じゃあもう分かった。こんばんは、福ちゃんです。ケフは。めっちゃポポ使う？ありだな。秋晴れの中の、わー、これちょっと惚れるんじゃない？秋晴れ担当の人いたら、いるかな？秋晴れ担当の人、日本に。秋晴れ、もはやラーメンとかじゃないよね、本当に。あ、待って、11日になっちゃう。みんな寝ないで。秋晴れに、明日日曜日は秋晴れの中の、あえてここをラーメンとかずに、秋晴れの中のハッシュタグ秋晴れを受ける。そう、ほのたんの、ここで伏線回収、ここで1行目のほのたんのお天気予報っていうワードと秋晴れをつなげて伏線回収なんだよ。ちょっと自分のツイートの才能に惚れてしまいそう。秋晴れの中の麺類、とっても最高でした。秋晴れの中の麺類最高でした。待って、秋晴れという言葉をいつからいつまで使うっていうのは決まっていませんが、季語とか時候の挨拶で秋晴れを用いる場合には10月に使うことが多いです。秋晴れという特有日の11月3日が11月の上旬で10月と近い時期になってますし、どういうこと？
難しいな。分からん、私科学系苦手なんだが。秋晴れの元の方が読めないもう私のツイートがどんどん文章みたいになってくる。まあ、11月でいいのか。あ、でも10月に挨拶文までで秋晴れや秋晴れの候を使う頃のは10月が多い。まあ秋晴れ、うん、もうええわ、秋晴れ使おう、かっこいいし。秋晴れもうなんか分かんない、分かんなくなってきたやばい、あと30分しかないの。やばい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 。いや、ここで急にさ、秋晴れの中の麺類秋晴れの元の麺類秋晴れの元の麺類、秋晴れの元の麺類、うわー秋晴れの元での麺類秋晴れの元での麺類もうほんと意味わかんない。もういい、これでもええわ。こんばんは、福ちゃんです。今日はほのたんがお天気予報をしに行っていた広島ラーメンスタジアム2018でラーメンを食べてきました。秋晴れの下での麺類めっちゃ最高でした。リンク貼って、11月半ばまで開催されているので皆さんもぜひ。福田あかりいいんじゃないこれで。いい、もうこれでいいか。もうええわ考えるの。もういいんじゃないとかさ、画像貼ってさ、ラーメンスタジアム行ってきた、ラーメンマジ最高、福田でしたでいいんじゃない。もうみんな考えるのめんどくさくなってんでしょ、ちゃんと考えてよもうあれでしょ、多分もうじゃ例えばあれでしょ、このワンピースとこのワンピースどっちがいいとか言って、どっちでもいいよって言っちゃうタイプ、もしかして。そうでもない、めんどくさい、私めんどくさいの、そうなの、超めんどくさいの。みんなで叩こうぜ。叩かないで、メンタル弱いんだから。はぁーうーんあ、秋晴れのも空の下での、秋晴れの空の下でのちょっとこのさ、ショールーム見てない人から見たら福田ちゃんどうしたってなっちゃったよね。もうちょ、あ、でも文化の秋だからいいかな、文化の日だし。うーん、秋晴れの元の下、秋晴れの空の元で一回ググる、秋晴れの空の元56、秋晴れの、なんか歌詞出てきた、秋晴れの空の元でナイスショット。あ、結構いろんな、え、秋晴れの空の空の元ってさ、どっち下、秋晴れの、ちょっとみんな、秋晴れの空の一生打たないと思うけど、秋晴れの空の元、秋晴れの空の元の元ってどっちの元、下、元、元気のゲーム、下。あ、そうなの、ありがとう。あれ4文字足りん、なぜ。福田あかりのこの後のハートいらんの。あ、でも1個ぐらいちょっとピンク系の絵文字ないとちょっと寂しい。ハートどっちにしよう。こっちでいいか。こんばんは福ちゃんです。こんばんは福田、ね、福田です、福田です。最高でした。びっくりめ、ハートを1個減らし、よし、え、マイナス1文字、なんで、は、え、え、な
んで福田ですの後の丸いらんか。よしみんな最後秋晴れだったら空はいらんくらい。ちょっと待ってもう秋晴れがいらないんじゃないか。そもそもまあ秋晴れの空のもと、秋晴れのもと、秋晴れのもと、秋晴れの、また秋晴れ、秋晴れのもとで、空のもとって書いてる人も秋晴れのもとって書いてる人もいる。どっちが正しいんだ。うん、いやもう空のもとって書いとこ。ああ秋晴れの空、いや空ってがあったがかっこいいかって、もうかっこよさなんかできてないよ私は。国語のここ日本語の世界で生きてる。秋晴れって空ったこと伝える確かに。今日は秋晴れ雰囲気で。もういいよこれで。もういいや、もう決めた。じゃあはい最後最後、はいファイナルアンサー聞いて聞いて。ちょっと後でみんな今からこれリツイートしなきゃいけないから時間ないから行きますよ。こんばんは福田です。今日はほのたんがお天気予報をしに行っていたラーメンスタジアム、広島ラーメンスタジアム2018でラーメンを食べてきました。ラーメンの絵文字。秋晴れの空の下での麺類最高でした。音符詳しくはこちらからでリンクを貼ってて、11月半ばまで開催されているので皆さんもぜひびっくりマーク、最後にハッシュタグ福田あかりハート、最後にハートを入れることでちょっとこれこうハワイらしさを表現するというか。どうですか。こんばんはの後猫じゃなくてリンゴにします、はい、このここを猫にします。よし行くよ。いい？リンゴは赤リンゴだからいい？福ちゃんですのが可愛い？でもまあさっき福ちゃんですって書いたからお昼に。開業はしまくってる。リンゴは大事。いくよ。はい行きますよ。じゃリツイートしてね絶対。こんだけ考えたんだから。はい5、4、3、2、1。あーツイートしちゃった。送ったよ送ったよ。秋晴れ秋晴れ送ったよ。天気予報っていう文字と秋晴れって文字を伏線回収ちゃんとされてることを気づいてくれる人いるのかな。さあ福田あかり選手、おリツイートがもう来ている。さてあちなみにこっちのこの宮島リツイートの方もリツイートお願いしますね。シュシュシュラーメンラーメン1個にもう命がけなんだが、もう大変ですよ本当。STU だって今ちょっとここのテロップにリンク貼ってるから、アンダーバーメムバーメムバER アンダーバー、オッケー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 。卵の黄身が何、待って待って怖い怖い。卵の黄身が何崩れてる、え何何怖い怖い。卵の黄身が何、黄身が何、大丈夫だよ卵の黄身別に。怖い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 。はい、後マーク S4 とメンバーの、ああ福ちゃんがこれパネルに入ってるやつね、これね。あこうおおおおちょっと、もう全てがなんかもう全てが怖い。
怖い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 、はい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 、こんばんは。これね、リツイート&お気に入りお願いします。このツイート、あのリプライも読むんで、はい、こんばんは、福田です。今日はほのたんがお天気予報をしに行っていた広島の皆さんに連絡して長野を食べてきました。秋晴れの空の下での麺類最高でした。詳しくはこちらから。11月半ばまで開催されているので皆さんもぜひ。なんか11月半ばまで開催されているのでさ、詳しくはこちらからリンク貼ったからさ、別にこのリンク見ればわかるから書かなくてよかったね。1行1234567891011121317文字、なんか他のこと書けたな。はい、こんな感じです。こんな感じでぜひ皆さんやったので、これからも一緒にツイート考えようね。こっちのね、今日の宮島ツイートの方もお願いしますね。リツイートメンバーたくさん載ってるんで、牡蠣が美味しいですよ。あ、リンク飛ばない人もいる。そうだね、オッケーオッケー、はい、お願いします、お願いします。リプって言ってありがとうございます。宮島ツイートもね、それの後ろぼかしたから、加工が一番めんどくさい。この世でぼかす加工が本当にめんどくさいです。写真撮った瞬間ピョンって送りたいぼかすのがもう本当に、そう、もうコメント何すればいいか分かんなくなったら、福ちゃん大好き、福ちゃん可愛いって送ってくれれば大体あの機嫌よくなるんで。あー緊張した、緊張した、本当にお腹空いてきた。なんかふー緊張したね。私ツイッターとか始めたらもう毎日こう睡眠時間がえぐく減っていくだろうな。こうやってリツイートして、いいねはしたけど、リツイートは リツイートして、どこにツイートしたの STU48 さんの いいんでしょう、ね、ありがとうございます。このここのテロップ見て、こツイッターのこのアットマーク STU48 メンバーですの本日の23時35分のツイートと、13時4分の福田こんにちはリンゴマークのこうツイートをぜひ。ちなみにこのね、宮島のこのツイート、昨日の晩1時間ぐらいかけて考え、今日の朝1時間かけて寝り直したツイートでございます。たー間に合ってよかったよ。お腹すいた。いつもこんなに考えてるの、めっちゃ考えてるよ。よかったよかったよかった。今日ね、大崎まみちゃんと遊んだんだ。あの STU 卒業生のポンちゃんと遊んだ。広島にね来てくれて遊びました。楽しかったですっていう大事な話。今日はポンちゃんと遊んだ話をしようと思ったのにそんなこと、それをする前にツイートに時間かかりすぎた。ほんと40分ぐらい考えてたんだけど、ポンちゃんのツイート見て。尾崎まみ、あった。なに、尾崎まみちゃんのツイート。今日ロールアイス並んでたわけさ、買ったレシートを店員さんに渡すんやけど、うどんちゃんがレシート持ってて、渡してきてって言ってもらったら肩に頭乗っけてくるんですよ。私が男だったらイチコロだわ。メガネも似合わんやつは似合わんって言ってくれるんですよ。私が男だったらイチコロだわ。2回目。いや、何本当に。そう、ポンちゃんがね、横にいたんで、こうやってもたれかかってたんですよ。そう、ポンちゃん好きだから、もうポンちゃんの愛が溢れてこうやってもたれかかって。あともう、伊達メガネはポンちゃんがね、すごい悩んでて、そう、こう何でも似合うからさ、なんかこれとこれは似合うけどこれは似合わないみたいだけど、全部似合うんだよね。だからメガネって似合わない人、本当に似合わないじゃん、私とか。だからね、似合う、本当に。ポンちゃんね、また遊びたいですね。あ、ひなこもあかり泣いてて嬉しい。ひなこもあかり泣いててくれてたの、めっちゃ嬉しいわ。この前 LINE くれてたわ。嬉しい嬉しい。ちょろいな、ちょろいよ福田は、本当にちょろいよ。もうこんなポンちゃんが福田みたいなツイートしてくれたら、もう本当にもうポンちゃんのことしか考えないよ私みたいなテンションになっちゃうから。本当に単純だからね福田は。
さてツイートのリツイート数は伸びているのか。お、156ツイート、目指せ500リツイート。今日の福田のラーメンツイート、こんばんは福田です。このねツイートをぜひね、福田の写真を撮るんでリツイートしてください。画像はご自由にお使いくださいませ。全然保存してください、ご自由に。そう、煮卵になった福田もいますよ。リツイートお願いしますね。サングラス似合いそう。サングラスかけたことないんだよね。あでも一回かけたかな。どうだっけ、釣り行った時にかけたかもしれない。ねえどこかに置き忘れたサングラスと打ち明け話いやラーメン、またラーメンスタジアム行きたいな。第2弾もあるからね。第2弾やったらまた行きたいな。いやもうありがとう、みんないっぱい励ましてくれてる。秋晴れがどうのみたいなありがとうございます。彼女とラーメンデートなので使えたことですか。あーいいよ、使って全然使って。ここのうどんに転がそうに変えて、ふくちゃんとうどんなうてしてもいいよ別に。楽しい、お腹すいた。千葉から広島まで行くべきか、いいですか。これはちょっとね、考えとこだよね。好き福田のこと好き本当に嬉しい、うん、嬉しい、本当に。よかった。あまりリツイートが伸びなくなってきた。みんな寝たのかな。日本国民全員寝たかな。この STU メンバーツイッターの 27,942 人のフォロワーは全員寝たのか。160リツイートが来てないとか、27,780 人ぐらいは寝てるのか、このフォロワーの中の。寝すぎだぞみんな。これこの 27,942 フォロワーの中の生きてるアカウントどれぐらいなのね。5000アカウントぐらいは死んでんのかな。ツイッター赤で生きてるアカウントって何割ぐらいあるんだろう。半分ぐらいしか生きてなさそうだよね、ツイッター赤って。どうなんだろう。生きてるっていうか、アカウントが生きてるってことね。なんかもう使わないアカウントとかあるじゃんみんな。あ、違う、生き死にじゃなくてアカウントを使わなくなるって意味。なんかあるじゃん、アイドル赤とか本赤とか、なんか趣味赤みたいな、そういう感じなのかな。皆さんリツイートお願いします。まあ見てるだけ専門の人もいるよね。そっか、みんな福田の配信見てるから携帯使えないからリツイートできないってことね。なるほど、じゃあ配信終わったら27,000リツイートになるってことか。助かります、ありがとうございます。今日は本当に何を言ってるんだろう。ポンちゃんと遊んでラーメンも美味しいの食べたからテンションが上がっています。皆さんいつもありがとうございます。なんか今日はわちゃわちゃ言ってすいません。またこういう風にあるあるもするんで見てください。22時台にツイートしてくれればだって、22時台にツイートする予定だったのよ本当は。だけどね、時間かかっちゃったのいや個人ツイッターしたい。だからこれは個人ツイッターじゃなくて STU メンバーツイッターがなんか誤爆したら、 STU メンバー STU っていうものがさちょっと誤爆したみたいになるじゃん。だけどまあ自分のアカウントだったら自分の責任じゃん。だけどこの、ね、メンバーツイッターはメンバーみんなの責任になっちゃうからさ、考えちゃうんだよね。まだ個人ツイッターだったらもうちょっと気楽にやるんだけど。前半のあるある忘れさせ、忘れんどいて。フォローミー、よかったらフォローしてください。ツイッターしたい、ほんとインスタよりツイッターしたいな。おしゃれじゃないからさ私。あ、確かに、待って、重要なこと忘れていた。私うどん派なのにラーメン食べたツイートをしていいのか。そこだな、まずそう、リプライにしてた方がいいから。サンドの飯はうどんだけど瀬戸内のものもうどんとカウントするって米印で書いておいた方がいい。はあ、うどんと以外を食べたツイートをしてしまったじゃないか。
アビ大丈夫？大丈夫かい？いいかな。福ちゃんの真面目か以外、嘘、私根が、ね、クソ真面目だよ本当に。めちゃ真面目ですよ。分かってるからOK。追記しあんだけ考えたのに、私の4、50分を返してって感じ。まあ麺類みんな兄弟だからね。まあ、だからあえて秋晴れの空の下での麺類って書いてるんだけど。え、てか本当にあの私のこと全然知らない人でも今たまたまこのショールームを見てる人もぜひね STU メンバーツイッターをフォローしてこのツイートをリツイートしてください。今日の福田のツイート2件あります。珍しく1日2件のツイート、宮島ツイートとラーメンツイートがあるんでぜひリツイートしてください。よろしくお願いします。難しい人生を送っています。私難しいですね。おー、リツイートありがとうございます。ちょっとずつちょっとずつ本当はちょっとずつ伸びております。伸びております。あー、なんかもう緊張する。本当に秋晴れについてこんなに調べる日が来ると思わなかったですわ。なぜこんなに秋晴れについて調べているんだ私は。てててて55分になったらね誕生を読みましょうね。え、 AKB グループ福袋販売のお知らせ。待って待って、今日 STM あんの。あ、グループ福袋ってこと。あ、え、 STM 福袋あるじゃん。ちょっと STU 福袋があるんだって。ね、抽選申し込み受付期間2018年11月3日18時から11月13日12時59分まで。もう始まってんじゃん。STU もあるって。各種5000円福袋1点1万円福袋1点1万5000円福袋1点また一略の組み合わせの7通りからは。え、どういうこと。一覧から組み合わせ。え、これ私 SK のやつと ST のやつ使わなきゃじゃん。え、希望メンバーから生電話届くの。え、ゆずきちゃんからの生電話。コンサート最前列指定権利欲しい。 SK のやつと ST のやつ使わなきゃ。ランダム生写真60枚セット。面白い。買わなきゃ。 SKE のやつと STU のやつ最前で見たい。 STU の公演いいんですか。私自分が出ない日の何公演最前で見ていいんですか。え、嬉しい。見たい見たい見たい。楽しみ。やったー。98件当たったらごめん自分で使うね。楽しみなんですけど。なるほど。いや、出演する方もなんか、まあ、出ない日も多分あるじゃん。いや、リハもよくリハはね、私逆にね2階席とか一番後ろとかで見てんのよね、よく。リハもさ自分の出ないユニットしか見れないから片思いの入り口とか誰好きとかしか見れないんだよね。イメージカラーとかだからサイズ高熱からいつも見るんだけど、やっぱね全部を一回ねいろんな席で見てみたいんだよ。いや生電話の権利とかめっちゃ欲しいよね。しゃあ福袋の最前券絶対当てよう。当たるのかな。実際メンバーが当てちゃったらどうなるんだろうね。冗談抜きで。おかえり。自分で自分に生電話怖い。こうやってこう両方でこうやって携帯持ってもしもしプルプルっつって。もろ。
同じ公園でもね、場所によって全然見え方違うだろうからね、いろんなとこで見たいよね。そしてツイートは伸びているのか。おお。さあ、もうまだいけるぞ。思ったより伸びてなかった。ぜひ今日 SD のメンバーツイッターをリツイートしてください。あ、こちらのツイートはなんと300リツイート超えました。目指せ500リツイート。宮島ツイートとラーメンツイートをぜひツイートしてください。よろしくお願いします。こういう画像がね載っておりますんで、福田のこれ、ね、宮島です。チューデンツ宮島すごいいいとこなんで、ぜひぜひぜひタコパ参加券、福田家のいいじゃん。タコパ参加券、ぜひリツイートしてください。よろしくお願いします。皆様お願いします。配信をリツイートする、ありがとう。お疲れ様です。どだ。うんうんうん。もうこんな時間かい？早いな。見てこれ、瀬戸大橋から車窓をこうやって撮るのが好きなんですよね。これマリンライナー、瀬戸大橋からを見る。マリンライナーから見る瀬戸大橋。ぼーっとこういうの見るのが好き。あー、ギフトありがとうございます。今日もこの手読まれんかった、じゃんねん。今日も無事終えられました。めっちゃ明るい、キリほら目が茶色く見えるでしょ、こうやって光当てると。これがね、ふう、そうそう、あの世界の車窓からなのに瀬戸の車窓から失礼します。失礼しました。この後すぐ寝ますか？寝ない。今日はなんかアドレナリン出てるからお風呂入ります。お風呂入って今日のコントみたいなやつ見よう。にょにょにょー、手並べするの忘れてた。なんですって、手並べしましょう。まだ月始めだから順位上がりやすいし、モチベ上げてこうぜ。本読まなきゃ、本読まなきゃ、スマホの本読もう。はい、というわけで団長読みます。で、あ、待って、ここでこれはスマホで読めるんじゃない？団長、ちょっとそういうことやってみたい。間に合ってよかった。おー、来た。これでちょっといつもと違うことやってみますよ。なじみます。アブ、今日も福田の配信が見て感謝感謝です。ありがとう。次、りょうにゃ、なんか今日の配信日本語の勉強だったなったよかったよかった、ありがとう。こちらこそ、そういう需要があったとは。くぼっち、福ちゃん推しルームメイト、ありがとう。あれあれよかった、嬉しいです。そうなの、カレンダー貴重なんだ。そうなんだ、立ち見入場でした。いいな、公園行ったんだ、ありがとう。美咲、ラーメン食べたくなったよ。今日もアイシアウト。こちらこそありがとう。パン、アットマークおしめです。好きです、ありがとうございます。青によし、ラーメンも好きな福田様。カープ残念、そうね、カープ残念だったね。あれは楽しかった、ありがとうございます。課外活動公演 ST4 っていうの福袋、順番対応したいと思います。それではそれでは
そう、課外活動公演の申し込みも始まってますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。福山の浜、長時間ありがとう、楽しかったです。こちらこそありがとう、2時間も付き合ってくれて。ハイパー、あるあるありがとう、こちらこそ。お、福袋申し込んだんだ。メンバー別アイテムね、ぜひ福田を当ててほしいです。ひみき、今日はあるある生で見えて感動。本当？よかった。共感しました。またしますね。そう、福田がツイッターかと思ったら幸せなのか私には分かんない。え、なんでなんでなんで。お金持ち様、カレンダーは12月か月すべて福田でも。オッケー、本当？じゃあそうするわ。肉まん、毎日福ちゃんの名言のと日めくりカレンダー欲しい。私じゃあ365個名言作るってこと？大変じゃん。ありがとう。原田くん、風邪ひいてしんどい。大丈夫？福ちゃんの個別カレンダーで幸せな1年を過ごしてあるあるやな。あ、確かに国力はなさを通過しない。そんなことないと思う。私がちょっと変なんだと思う。そして1位はベロベロ福ちゃん推し、ちゃんも口に出さなきゃな。ちゃんと好きですとだけ言いに来ました。ありがとうございます。そうよ、ちゃんと口に出さなきゃ、言いたいことは伝わんないからね、本当に。というわけで皆さん今日もありがとうございました。土曜日文化の日、お疲れ様でございます。楽しかった、おかげさまでありがとうございます。じゃあ私が福田って言ったら瀬戸内って言ってください。いきます。鬼は外、福田は瀬戸内。ありがとうございます。3度の飯はどんな決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。あー楽しかった本当に。またよかったらフォローしてください。また明日も配信するのでよろしくお願いします。夜配信になると思いますが、お待ちしております。楽しかった、よかった。夢で会いませんまた会いに来てください、お待ちしておりますありがとうございました。おやすみバイニャンタ、バイニコ、お疲れんこ、おやすみみんゼミです。バイバーイ。